これでよし。おはようございます。あ、結構傾いてるな。よっと。あ、ダメだ。こんなもんですかね。まあちょっと傾いてるけど、 GoPro の方はちゃんと撮れてるはずだから大丈夫。おはようございます。声入ってますかね、ちゃんと。おはようございます。ちょっと待ってくださいね。 GoPro も今録画してるんですよ。下向きすぎか。こんなもんか。こんなもんかな。あ、そうだ、今ここまだ出してないっていうか、ここ家の近くだからまだ今ここ出ない。あ、そうか、某結婚式、そうですね、先週某結婚式。あ、入ってますかね。ちょっと聞き取りづらかったり、カメラの向きおかしかったら教えてください。で、あと準備忘れてることなんかあったっけ。大丈夫かな。 GoPro 今録画中で、あ、そうだ、 USB つながないと。風の向き、今日はどこ行くか、今日どこ行くか予定ルートのところをご覧ください。おめでとうございます。いや、ありがとうございました。私が言うことじゃないな。おめでとうございます。先週はアーツさんの結婚式でした。アーツさんと某嫁さん。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。婚活してたっけ。これでよし。さて、じゃあどこでやろうかな。ですね、風向き調べるために今日100均で道具を買って作ってきました。よっと。タイムシフト、あ、そうか、そうですね。ではよし、これでよし。あ、よかった、中原街道方向じゃない。中原街道とは60度くらいずれてるな。これでよし。北風。マジでそうです。どうかな、中原街道と直行するやつの間ぐらいだな。とりあえずじゃあ向こうに向かえばいいんだな。よし、いらっしゃいませ。ちょっと待ってください。結構周りがうるさくて読み上げ聞き取りづらいな。で、これですね、ちょっとこれネタとして消化しなきゃいけないんですけど、OK、これはですね、ダイソーで売ってました。ダイソーで売ってたある商品を、あ、中原街道を向き始めた。あ、星さんかな、いらっしゃいませ。いいか、中原街道の方向いてる。で、これ100均で買ってきたあるものを元にしたんですけど、作るにあたって余剰パーツが出ました。はい、これ100円なんですけどね。しかもこうで、こうで3匹もついてた。この3匹をちょんちょんと切り離してできましたという証拠は、まあいいか。高台、ああ、そうですね。まあ別にあんまりなんか向き完全正確にいたわけでもないんですけど、じゃあ改めて、風向きはこっち。今 GoPro も頭につけてるからな、さすがに誰も近づいてこれない状態だな今これ。そう、これで100円、いらっしゃいませ。すごいですよね、100均つけておいても。こんのぼり、いや、ネタとしてほら、今の余剰パーツが出ましたみたいなこと頭の中で台本作って、フフフとか思ってましたよ。あ、延長、そうだ、延長にしなきゃ。自転車考えたんですけどね、取り付けること、さすがに邪魔すぎるのと、つのめったら刺さりそうだったから顔に。そうだ、じゃあちょっと今信号待ちの間に延長にしとこう。で、今日は午後から曇ってくるみたいなんで、他に用事もあるんで午前中だけ走るつもりです。宮の下交差点です。お久しぶりです。自動無料延長オン、これです。あ、そうだ、あと GoPro で録画してるからお決まりのことやらないと。ちょっと横に人いませんよね。じゃあせーの、もう一遍、あ、もう一遍、いや、用意したネタこれだけです。中原街道と直行はしないけど、こっちの方ですね、風向きは。またちょくちょく風向き見ながら適当に走っていきますかね。あ、ダイソーカチンコ見つけられますんでした、私は。あったっけ、テイクワン。
こっちの斜め方向ですね、風向きで。常に追い風で走るから今日は楽ちんなはずです。追い風のようにしか走らないから。お得情報？あ、お得情報っていうのは MLP のことかな。あ、そっか、桜の時期ですね。そう、放送前回の子供の国戦全駅制覇はいつだったっけ。1ヶ月前かな。うん、コツコツ音せやで。もうちょいこっち、こっちの方だな。神奈川です。今日は寒さないですね、あの日が照ってるから。今ここ来た。あ、今来ました。ってこと1キロ離れたんだな。早速ちょっとアップダウンが。これ本当に中原街道の方に完全に風が向いてたらどうしようかと思ったんですけどね。あの道はあんま走りたくない。向かい風、今日追い風。んオープンベースって何でしたっけ。あ、基地がってことか。 1.25 あります。うん、東神奈川ですか。なんじゃこの上り。峠は明日行くつもりです。実は明日久々に松姫峠に、自転車マウンテンバイク。桜はどっかで咲いてれば。あそこの道は、あ、ごめん、ありがとうございます。息が切れてますよ。あ、もう少し、あの向き、カメラの向きどうですかね。バテてるバテてる。準備運動も何もないし。もう帰ろう、早っ。ギア、ギアは27か。3×9 ですね。もう私なんだか聞き飽きたわ。私は自分の母を癒されない。お、こんなとこに山パンが。あ、そうか、中原街道もあるからな。お茶しないように。お、コンビニだけど朝8時から夜8時まで。パン祭りやってますね。日本三大祭りの、日本三大祭りの一つですね。山崎の春のパン祭りで、今映画がなんだって。はすはす、難しいな。はすはす、映画って何。スナイナーは汎用設定のかな。どうなんですかね。あ、おはようございます。息子の眼差 し, 眼差し。あ、そう、ベルギー人っぽいって言われたのさっき。服装はですね、まあいつものです。一応自転車の格好。長生きできない森。開始。いつものは青いウィンドブレーカーを着て、ウィンディじゃない、ウィンドブレーカーを着て、で中にはサイクルベース朝日のリーズナブルなジャージを、長袖ジャージを。おはようございます。お久しぶりです。リハビリ、そうですね、今日は結構そうです。本当はもっと、この間風が強い日があって、あの台風みたいな日は別として、その時にやろうと思ってたネタなんですよ。そう、常に風に、風を味方につけながら走るっていう。タイムシフトは残してください。あ、タイムシフトはデフォルトオンです。
私の場合は。一応じゃあこのもっぺん見るか。それにしてもまだ寒いよね。まだ寒いというか、ぶり返しましたよね。あ、いかん、ちぎれる。捨てた。あ、相変わらずですね、向きは。あっち方向。あ、ちょっとなんか里山っぽいのが出てきていいですね。これ近所だけど全然地理知らないんですよ。いかん、ちゃんと降りてやろう。4月なんだけど雪降ったんだけど。雪、なんかツイッター見てたら、あとフレッシュっていう、あれブルベの一種ってことでいいのかな。そうか、風下も。あ、たくさんの人がこういうことやり始めると、どっかにあの自転車乗りの吹き溜まりができるだろうと思ってます。ヘルメットに、それ私見えないじゃないですか。ロードバイクは乗りますか。あ、ロードバイク、折りたたみの MR ホテル持ってるんですけど、全然乗ってないですね。ゴールデンウィークは、ゴールデンウィークはもう決めてます。昨日の夜、実はあの5月6日の福岡を東北局って言った今、録音みたいな声だったな。何みたいな資産？東北結局だ。春っぽい。まあ春なんですけどね。このマイクだと今まで使ってたヘッドセットのやつよりちょっとなんかこもる感じなんで、細かい音は拾ってないみたいなんですけどね。でもこのピン型マイクはすごく扱いやすい。襟元にちょっとつけるだけで。この自転車何年乗ってるの？この自転車は何年に買ったんだっけ、まあ、少なくとも10年以上です。12年かな、11年かな。12年以上ですかね。買ったのが99年だったかな、2000年だったかな、そのあたりです。確か99年に4万円のアルミマウンテンバイク買って、それの1年か1年半ぐらい後に、音は取れました。メンテは、そうですね、あのメンテはオーバーホールで一遍出したことあるんですけど、ホイールまで特化になっちゃって8万だったか9万だったかかかりました。で、神奈川は、神奈川は一応片耳イヤホンは明確にダメと解釈できる文章は確かないです。東京は解釈の仕方によってはイヤホン全般ダメとも取れかねない内容ですね。あれ、条例でしたっけ、道交法っていうよりは。午後から曇るとか全然想像できないな、この天気だと。桜、まだ満開じゃないですね。ディレイラー調整ほとんどいじってないですね。お、ここは学校、これなんて書いてあるんだ、バス。神奈川は片耳 OK ってホームページにあったよ。あ、そっか、 OK で書いてあったんでしたっけ。あ、そっか、 QA で書いてあったんでしたね、そういや。ホイール、そう、あのイヤホン、自転車イヤホンを叩く風潮がもうできちゃってますからね、やばいですよね。最近あの電車の中の、あのあれ、これこの間行ったんだっけ、電車、あの京浜東北線とか山手線の車内の、あの液晶テレビのやつで、後方でもうすでに自転車イヤホンダメとか流れてますからね。全くそういう規制はやり始めたらもう止まらないんだから。まあわざわざ確かに片耳 OK とか書く理由ないですけどね。ここは、あ、高校なのか。白山高校、白山高校、白山高校、白山高校。そういや、沖縄の本部半島の方に北山高校かと思ったら 北山高校だったかな。なんか全然予想しない読みの高校ありましたね。あ、イヤホンは今あの100均の、100
100均の小さいスピーカーをヘルメットの横に貼り付けているので、近くを通る人にはこの読み上げ聞こえてます。次の遠征はゴールデンウィークかな。私はゴールデンウィークは全部ぶっ通しては取れないので、5月2日から6日までの5日間で、この間、前回の10月の夏休みに走った山陰の津和野から萩の方に走ろうと思ってます。東北の方も考えたんですけど、まだ寒いかなと思って。わー、下る。止まりません、止まりません。番組タイトルに止まりませんっていう文字列は最初入れてたんですけど、それだとボタリングって入れられないから外しました。3回に、そうそう、トータル3週間ぐらい、2週間ぐらいか。あ、知らね、そうですね、知らねっていうと、私は箱根じゃないや、白根さんって草津のところの思い出すんですけどね。で、何を仕入れた。今年は寒さが長引いてますよね。先々週か、和田峠行った時にもまだ雪残ってたし。いらっしゃいませ、お久しぶりです。奥入瀬は、あれ、奥入瀬って東北のあれですよね。どこの近くだったっけ。十和田湖の近くだったかな。行ったことないんで、最近にですかね。一時期暖かくなって、またなんか少し寒い気がするんですけどね。で、今週末はその松姫峠ってとこ行こうと思って、実は Z さんと話をしてるんですけどね。明日行くつもりで、うん、もう結構そうですよね。お、今完全に追い風になってる、真後ろから来てる。どっちから登るの？松姫峠ですよね。先々週の和田峠は八王子から登ったんですけど、陣馬川から。あ、陣馬川って陣馬山か、あれは。今日は昼過ぎまで、そう、完全に風任せです。どこか吹き溜まりでぐるぐる風が巻いてるところがあったら、そこから出られなくなる。昼過ぎからも走りますか。ん、昼過ぎ、いや、昼過ぎからはですね、別の用事があるんで、一部で噂になってるドコモのバグった MNP 優遇施策に乗っかって数万円得しようかと思って。フライボー、そうそう、あれ、フライボーのフライってどういう意味なんだろう。完結線、いや、本当にそれ私往復しますよ。さっきの吹き流しに従って、まあ、常に吹き流し見てるわけじゃないんで、細かい変化は見られないんですけど、反応できないんですけどね。で、私はツールド関係はよっぽどポタリングイベントみたいな緩い感じじゃないと参加したことないですね。あ、したことないというか、するつもりもないです今のところ。一生懸命頑張って走るのがもうできなくなってる。何ですかって。んどこの何買うの。さっきのドコモの MNP、 他社から移ってくる人を優遇しすぎるっていう話は、他社でプリペイド携帯みたいな安いやつ買っといて、とか、こんなこと自分に詳しく言うことじゃないのかな。お、激坂だ。でも進入禁止だ。そう、天気が本当午後から曇ると思えない。英雄の、あ、そうなんですか。ただ最終的な目的は安いフォーマの回線を、まあ、今も持ってるんですけど、それを取りやめて、その値引きがむちゃくちゃされる方に乗り換えようと思ってるんで。だって本体が0円で売られてて、本体0円に対して8万とか10万とかをトータル値引きますみたいな、アホみたいな施策が今行われてますからね。プリペイド携帯実はもう買ってます。で、この間アーツさんの結婚式の後、二次会で
大阪から来てた人たちがいっぱいいたんですけど、いっぱいいて6名だけ7名だけの人たちにその話をむちゃくちゃ詳しく聞きました。ていうかあまり詳しく話されたのでだいぶ私は取りこぼしてると思うけど、とりあえず肝は掴んだつもり。その後でもまた教えてもらって、おお。これは死に気に知らないな。登ってみよう。結構道新しいですね、舗装が。おお。あら、向きが逆方向に行ってしまう。おはようございます。そう、珍しいです。明日もやるつもりなんですけどね、舗装は。ただ明日松姫峠は電波悪いんで、まともに放送、まともな放送にはならないかも。プリペソフトバンクはお解約あったの把握してますか？ん？プリペ、お、解約？なんだこりゃ。これはちょっと乗って登るのは、5月沖縄、あ、どうなんだ？ 5 月沖縄結構もう暑いんじゃないですかね。っていうか、5月は、あの、山陰の、山陰というか山口県です。これ横登れるのかな。階段と、あ、プリペイドのその違約金みたいなのがあるってことですかね。ちょうどそうですか。ちょっと待ってください。ギアを一番軽くしとかないと。胃袋、よいしょ、よし。私も一番軽くして、おはようございます。プリペイドないと思ってる、るんですけどね。解約でも購入した時点の先週末に、先週日曜に買ったんですけどね。ただで、何それ。じゃあ行きますか、行きますかって行けるか。本当につまらんし、私は結構面白かったですけどね。あ、これ土地まで行ける。その先ちょっと無理じゃないかな。ちょっと、お、やばいやばいやばい、これやばい、これやばい、やっと。マウンテンバイクで一番軽くしてるんで。あ、大きいか、大きいって。あ、いける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 。ただちょっとすごくウィリーしそう。やっと、あ、いけた、いけた、いけた。あ、もっと前を向いて、ああ、ちょっと頭上げるとですね、重心が後ろに行って怖いんですよ。あ、いけた、いけた。しかも短いからそんなにむちゃくちゃきつくなかったな。足に負荷なかったし。マイナス32、22、32、そんな感じかな、どうだろう。結構いい感じですね。もう1回、今の勾配ちょっと無理かなと思ったんですけどね、いけましたね。この辺は桜はあんまり植わってるとこないですね。あれ桜かな、クロスバイク。あ、ちょっと正確には把握してないんですよ。正確にはどころか一つも把握してないギア比。じゃあ改めて、みんなだって降りるんですか。いや、危険なことはしないつもりですけどね。見事にこっちですね。あ、もうこの旗100円は軽く元取れたな。オーバーホール自分ではできてないです。使い道ない。そうですよね、全くです。あ、そう、延長はもうそろそろかな。うまく動かないようだったら手動でやります。よし。で、そこから私は地図を一向見てないので、多分カモイの南あたりいるんじゃないかなと思うんですけど、どこにいるか分かっておりません。でも砂利道だとそれだ
闇道だと、ああ、保土ヶ谷、この辺保土ヶ谷でしたっけ。お、ん、な、何の時に便利、んスティーサイクルがポタリングの時に便利って話かな。桜だ、うわ、あ、ここ前来たな。確かあのここ神社、下からあの階段から上がってきたら上にこのなんていうか仮設の階段があったって、1年ぐらいこのままじゃないか、こう確かあそこだ、これ前来た来た、階段降りること私は無理で、もあの YouTube のエクストリーム系の動画とか見てると、あの自転車で行けないところはないように見えますね。あのテトラポットとか自分の身長ぐらいのやつに飛び乗ったりしますからね。止まった状態の自転車をそのグッとやってギッとやって、あれ信じられんよな本当に。しかもあれ失敗したらどっかを打って骨折りそうだし、あいかん、ちょっと向かい風なってる。アバランチェ階段余裕というか、アバランチェだからというか、人によるんじゃないですかね、人のスキルじゃないですかね。歩けるところ、うん、あのすごい人見ると本当にそう思いますよね。ロードでやってる、それはホイール大丈夫なのかな。ってことはこれはこっちに降りていくと前通った住宅地の中の道に出るのかな。あ、多分この道だ、前来たやつ、来たところ。トリック、あ、おはようございます。昼になったら曇ってくるのと別の用事があるからです。数万円のですね、あ、何か地図見て思わず見つめるところだった。風向きは若干左から吹いてるな。ちょっと今風に完全に背を向けられてない。これは、あ、予約枠です。そうだ、延長まだ来てないですよね、確か。あ、来てました？って、なんか、一応のアップデートが走ってる。いや、いつもの自転車です。あ、来てますね。聞き逃しただけか。ありがとうございます。南へ行くと西屋、谷川名人。そうそう、谷川名人、あれ谷川名人、谷山名人、谷村名人、谷川でいいんでしたっけ。のっぴきならない用事ですね。そう、のっぴきならない、あの私の将来の8万円ぐらいに関わる話なんで、タイトル、はい、じゃあそれです。ちょっと待った、一応止まろう。角から人が出てくる可能性があるとこだから。 1.5 インチタイヤです。放送だとちょっと見づらいのかな。 GoPro で録画してる分にはかなり綺麗に撮れてます。スタンドはつけてないんですよ、輪行するんで、輪行の時めんどくさいんで、欲しいんですけどね。今月の、あ、そっか、そろそろ赤土橋の時期か。フリマは、まあ、うん、個人的にはそれほど。今来ていらっしゃいませ。風向きいまいち捉えられてない。ちょっと大きめの交差点出たらまたお見合いですね。お見合い、そう、そうじゃない、あっさり肯定すんな、そうじゃないです。やばい、こういう時がこの外部スピーカー式の一番の弱点、周りに人がいる状態で停止するとやばい。お見合いじゃないです、お見合いじゃないです。1.25 で私ツーリングしてた時も結構ありましたね。 1.25 でほあのカエルテクニック特にいらないです。うん、吹き流し、あ、これ量産できますよ。あのダイソーで買ってきて、ダイソーにいっぱい今売ってますから、5月までで、それのあのお父さんとお母さんとお子さんの分をですね、ちょん切ってぶった切ってですね、あとはちょっと長すぎるんで、あの
本体の棒も少し切り詰める感じです。そんだけ余った貝はどこかに放流したらいいんじゃないかな。サインすればこれどこにサインできるんだろう。吹き流すの、1.25 と 1.5 結構感じますね、違いは。あの例えば2と 1.75 に対して 1.25 と2.0 から 1.75 に落とすのと 1.5 から 1.25 に落とすのとでは同じ 0.25 の差でも比率が違いますからね。4分の3になるんじゃなくて3分のあれ違う違う4分の3じゃないや。同じリム、あ、そうそう、同じリムでつけてますね。てかリム買わないとやばい、もう削れてきてるから。ブレーキだ、そうですそうです。あ、そうだ、日野翔平さん の、 あの自転車旅行番組が確か BS じゃなくて通常の局でやってましたよね。通常ってあの、なんて言うんだあの 非衛星デジタル放送で。いや、そもそも BS ってあれ今衛星なんだっけ。まあ、地上波って言い方でいいですかね。何点、私はあの V ブレーキです。そうか、ディスクブレーキにすると言ってもあるかな。結構ディスクブレーキ使ってる人からはいいって言われるんですけどね。で今は吹き流し使うまでもなくちょうど背中から来てるんで、あの正面のこの家の中を突き切れるとちょうどいいんですけどね。どっかあそこになんか川っぽいのがあるからそれ取りに行くかな。だんだんあの吹き流し出すのがちょっと面倒くさくなってきた。濡れた状態のっていうのは効かないんですかね。ディスクは最近ですよね。私がこれ買った頃は、マウンテンバイク買った頃はそもそもまだロードバイクが流行る前だった。もちろんロードバイクはあったんですけど、その時はロードレーサーって言われ方してましたね。であとクロスバイクもまだ全然出てきてなくて、クロスバイクの方が目的には合ってるけどオプションが全然あの売られてないっていうんでマウンテンバイクにした経緯があるんですよ。一緒にされましたよね。私も今そう思いました。ドロップ、あ、いや私はフラットハンドルです。あれ、これ川じゃん。あ、川だ。お、これは、え、これ何ですか。そう、自転車歴は99年ぐらいからです。あ、すいません。あ、そうそう、 ATV って何これ。お、初めて見た。ここなんだ、これは、え、貯水池。お、読み上げがなんか大丈夫か、読み上げ。マウンテンバイクはどうだろう、10万ぐらいだったら十分じゃないかと思うんですけどね。ただマウンテンバイクは今品ぞれっていうのかな、選択肢が少ないじゃないですかね。ここはちょっと待ってください、地図見よう。ちょっと待ってください、今どこだこれ。え、これなんですかね、知らなかったこんなところ。あ、あ、鳩か、変なの湧いてきた。そうですね、久しぶりだな。でも読み上げ遊び、大人対応っていうと私の場合はですね完全無視なんですよ。無視なんですよとかいう反応もいいかな、完全無視しないと。すいません、あの読み上げ聞こえてる人不快だとは思いますけども、私はあんまりどちらかというとあの必死でコメントに答えなくても良くなるというメリットもちょっとあったりしますけどね。あ、横まで行ける。ただこのハイエッジハイエッジってのもまだ聞こえてるんですよね。結構いい、うん、あ、
あ、カワウか。へえ、こんなとこ初めて見た。で、そこにあの手すりっぽいのがあるの嫌ですね。あ、お久しぶりです。ここまさか歩くこと想定とかしてないだろうな。で、あそこに1羽だけカワウが止まってるんですよ。あ、今ちょっと読みも早くなってるから聞き取りづらくなってきたな。で、ここはふれあい橋。かわいそうなコバネウ。お、あ、ちょっとあのこれ GoPro 向きだな。見えますかね。亀裂の代わり、あ、季節の変わり目か。ここ知らなかった。ワニ？全然知らなかったですよ。この近くと何度も通ってるはずなのに。放送はですね、多分どんぐらいだろう。子供の国戦の時が何日だったっけあれ。3月の前半だったと思うんですけどね。どこまで行くか。どこまで。あ、おはようございます。映りましたよね。そう、手すり切れてるんですよ。そう、カメラ、学生さんですか。あ、学生さんですか、あの人も。ありがとうございます、いつも。何が立ちます、面白い。動画。あ、そうそう、動画は YouTube にアップして、でそれを自分のページからリンクして、時刻イベントの時刻にジャンプできる機能をつけてます。 YouTube だけであれ解決できたら YouTube に上げるだけでいいんですけどね。で、今風が結構強いですね。ほらほらって、周りから見たら何やってんだろうって思われますよね。まあそれを気にしてたら仕方がないですけど。というわけで川の上流に向かってますね、風は。というわけでちょうどいいや、この川沿いに行こう。なるほど。これはあのダイソーの鯉のぼり、ダイソーの鯉のぼりを買ってきて、お父さんとお母さんと子供を切り捨てたものです。お、まだまだやってる。お、この模様は、あ、これカタビラ川。え、ここカタビラ川ですかね。あ、そうそう、あのこれ気になるというか、見た目が気になるっていうのも、解決策があるんですよ。自分の心の中での解決策ですけど、今使ってるこの GoPro っていうカメラは、YouTube で検索するとですね、外国人のかっこいい人たちが、レースとかでみんな半分以上の人がこの GoPro 頭に乗せてたりするんですよ。自分もそれと同じと考えたら全然かっこ悪くないですよ。自分の頭の中でだけ、周りから見たら変だと思うけど、結構あの GoPro とあとバイシクルとかで検索、アルファベットで英語でバイシクルって検索するとそういう系のが出てくると思います。多分やったことないけど。おお、ここがもう、整備、いや、あまりできてないです。走れなくなるような状態にはしてないぐらいです。快適に走れるようにっていうレベルではできてないです。そう、自分が、そうそう、あとは迷惑かけなければってところですね。私は周りに迷惑かけると耐えられない。なんていうか、自分が周りに迷惑かけない立派な人間であるプライドがやたら高くてですね、人に迷惑かけてると思っただけでなんかもう情けなくて悲しくなってくる。ダウンヒル、あ、動画ですかね。昼飯のおかず、鯉とかいそうですけどね。あ、桜も結構パラパラと噂ってますね。もうすぐ恩田川もうちの近くの恩田川も、あ、星ボタンがなんか
丸という回り方になってますよね。四角じゃなくて丸い形で、あの丸アイコンになってますよね。チェーンに、そう、私ケーブルもやばいんですよ今。内部で錆びてて、特にあのフロントディレイラーのあのシフトワイヤーが中で錆びてて抵抗があるせいで緩んだまま戻らなくなったりする。ワイヤー交換、そうですね、ワイヤー交換自体は3回か4回ぐらいやったことありますけど、十何年の中で。騒音とかで、そうそう、ああいうのは耐えられない。あとあの集団にな、人間が集団になると結構周り見えなくなるんですよね。これも何度も言ってますけど、飲み会やった後みんなが飲み屋から出てきて歩道占拠してて人を塞いでるのに全員気づかないっていう。いや、物持ちがいい というのと、整備せずに使ってるのとはまた別なんですけどね。これ本当片平川なんでしたっけ。おお。アウターケーブル、ああ、あ、アウターケーブルが、アウターケーブルってその、あ、片平川ですか。片平川ってあれですよね、どこだっけ、ダメだ、地名が全然出てこない。柿田川じゃなくて、なんだっけ。アウター避けるっていうのは、その中のその動くケーブルじゃなくて、周りのあれが避けるんですかね。私はその経験ないな、まだ。鶴ヶ峰、あ、この辺りですかね。お、自転車で写真撮ってる人がいる。私は自転車で生放送に来ています。あ、これ結構咲いてますね。あまりも、そうなると本当にもう使えなくなりますよね。鶴見川じゃなくて、あれどこだっけ、黒川、確か京王線とかの黒川のあたりから流れてきてますよね、この片平川って。違ったっけ、うん、管理職、あ、イカレックされた。お、ひよどり、ひよどり。最近、いや、してますよ。先々週、和田峠行った時も八王子まで臨行して、八王子から臨行して帰ってきました。八王子往復。うん。樹脂被膜。あ、その中のスライドするとこですかね。インナーケーブルと接する。おお、今どの辺にいるんだろう。でこれ私帰りは向かい風になるんで、ある程度以上家から離れてたら、こんないい天気でこんな早い時間から臨行して帰ろうかなとか思ってます。うわ、すごいなこれ。この徹底した絶対入れねえっていう感じの、これは自転車入るなってことですよね、明らかに。美味しい、あ、そっか、昼ご飯とかで食べて帰るかな。ちょっとご飯放送はほぼする可能性ないんですけどね。あ、じゃあ卵自転車道のようだ。ん、何の配慮か。だけどこっち側行きます。まだずっと追い風っぽいんで川沿いに行きます。これずっと行ったらいずれは海か。海まで行っちゃったらそれ以上行けないですね。たまたま栗浜に出たらフェリーで房総半島渡れるけど、栗浜は遥か彼方だしな。お、いい感じ。おお、おにぎり屋か、それもいいですね。だったら外で食べられる。悪意、あ、さっきのあれですね。うん、また走って繰り返し、それもいいと思いますけどね。これは、うん、あ、これ、いや、結構してないです。あ、これはまさか、まさか、あれ、
彼女できたのか。じゃあそれは秘密、それは秘密。あの釜で蒸してるのってまさか。ああ、やっぱりか。しかしこの格好で中に入っていけるか。餅だった。本当に餅つきだ。この読み上げ、中二さんがいらっしゃいませ。こう、マジで餅ですね。なんで餅つきに遭遇するんだ、こういう今日に限って。どうだろうこれ。お、何のイベントですかね。いや、しかしこのゴーグルを頭につけた状態でこんにちはとか言えないしな。あ、ついてるついてる。ちょっと今この状態で割り込んではいけないな。うわ、まさか、この時期にまだ餅つきに遭遇するとは。そう、仲間になりたそうに実はしてますけどね。しかもこの読み上げが周り聞こえてるからな。外部スピーカーの弱点ですね、こういうところに輪に入っていけないっていうのは。ヘルメット置いて、ああそれもあるかな。ここら辺にヘルメットと、ヘルメット置いといて、映しながら。しかもあそこ、あれついた餅じゃなくて、あれ団子かなんか作ってるように見えますね。なんか練ったものをみんなで丸めてるように見える。あ、餅ついて花見すんのかこれ。いいなぁ。それなんかじゃないですかね。まあちょっとどうするかな。とりあえず先に向かうか。くそー、輪に入ってきて。だからこのイベント発生させたのか。あ、イヤホン持ってきてないんですよ。帰りに寄ってみようかな。すみません。以前の機材の私だったら中に入っていってるんですけど、ちょっと今このじゃない。今この状態だとちょっと入っていきづらすぎる。放送なかったら、だったら私は今近づいてますけどね。多分昼に終わって戻ってくる頃には突き上がってもう食い終わってるかな。やっぱりこの格好に対して、この格好とこの今の体勢に対してのこれはどうしても恥ずかしさがあるな。どうしてなんか、餅つき今やってますけどね。餅つき器を使って。あ、服装はちょっと難しいな。ドリー夢、そこから先ゆっくり行けばさっきのところに戻りやすくなるな。これなんかストレスを感じますね。あのドリームっていうのは、ヌーイズ、もっとユニクスみたいな、なんかそんな感じがするな。ドリームや。私は ROBO の方です。 ROBO が狼王の方ですよね。歩行者も見ると思いますよ、聞こえてるから。後ろ髪超引かれてます。 GPS ロープたどればさっきのところに戻れるから。おお、バニアバックだ。全然本当に走ってませんでした。先々週の和田峠が久しぶりでしたね。だから今日はこれ午前中走って、明日も
あの松姫峠に登ろうと思ってます。明日の方がもっと天気いいはずなんで、今日は午後から曇るはず。曇ってくれないと帰りづらくなる。号泣。本当にさっきのところに入れないというのは悔しいな。てかなんかとっとと舗装らしてさっきのときに痛いぐらいの気持ちだな。あ、止まった。太い道してたのにな。てか太い道あまり走りたくないからまたどっか裏道入りますかね。電波よろしくないですか。放送映像いってないかもしれないですけど、ちょっと風向き確認。あ、風がない。これじゃ動けない。お、あ、まだこの道沿いか。おお。いや、あ、でもやっぱこっち方向だな。当日券ってことは今日なんかやってんのか。よいしょ。そう、某結婚式の時は実は途中まで車載撮ることを考えてたんですけど、見る限り何なんですかね。そもそも今この道は16号、丸刀って丸豆って丸刀か。河原、あ、河原か。で、また今自分がどこにいるのか分からなくなってます。で、これ特に見てないんですけどね、地図を。あ、そうだ、 FM リオ止まったのかもしれない。そんな徹底的に止まるってことは、そんなに虫が大好きです、突き立ては特に。逆に牛ひきはそれほどあの必死で食べたいと思うほどではないんですけど、そのところ、FMLE はあれ動いてんな。ってことは本当に電波あれ、あれ今映像いってないですか。トマト、あれおかしい。こんばんは。今そっちはどこなんだ。あ、復活しました。電波なのか。R34、 あ、線路だ。あ、来てますか。じゃあ適宜リロードお願いします。ラグがすごいみたいなんで。それでも解消しない分はちょっと解決しようがないですけどね。カクカク、まあ GoPro でも録画してるんで、あの動画としては問題なし。完全追い風。サスペンションは前だけつけてます。クロッシーは田舎の方に行ったらあんま変わんないかなと。フォーマーと変わらないというか同じになるんですよね。フォーマーを使うんですよね、あのクロッシーの高速のやつの圏外だと。ジュドイ、あ、ジュディ、そうです、そうです。ジュディのどれだっけ、ジュディ SL かな、油圧のやつなんですけどね、油圧ダンパーの。あ、延長しましたね。延長つ、クロッシーはまだ定額じゃないんでしたっけ。そうだっけ。あ、これ16号じゃなくて、今走ってるここは県道40号。屋外配信は都会の方だったらワイマックスで行けそうですけどね。もう止まったら、あ、できるだけラグが発生するんで。
てますよ。ちょっと待った、今の来てますよっていつの時のだ。やっぱログものすごいな。適宜リロードお願いします。電波かでなんか規制されたのか。朝日見えたってことはそんなラグないですね、今のコメントは。取れた。朝日が最近確かによく見るようになりましたね。朝日はもともと大阪ですよね、サイクルベース朝日は。あ、自宅回線、それは確かに。うちはどうだったかな、エリア的に。中山駅の近く、あ、そうですかな。何を使う。あ、二俣川のあたりですかね、ここは。あ、まだそのあたりなのか。さすがに全然まだ離れてないな。地図じゃない、本当に人によるんじゃないですかね、店員さんとか店長さんの押し込み。あ、そうなんですか。ジュディのなんとか、これは青ですよね。あ、このベスト電気か。あそこか。今前あのデジカメが壊れたと思って、このベスト電気で、違う、デジカメが壊れてじゃなくて、デジカメメディアが壊れたと思ってメディア買ったら症状変わらなくて改造っていう、あの時のベストですね。ここは峠はどこも一択だと思いますね。まあ他のやつ使って比較してはいないんですけど、そんなに急に他の、キャリアかな、キャリアのエリアが広がるとも思えないし、風はそんなには冷たくないです。暖かいんで、日が。あ、一応さっき確か来ました。あ、今これは追い風じゃないな、正確に追い風になってない。そう、潮気きついですね。後であのタイムシフトとか見ると正確に何十秒おきかに止まってますからね。正確に同じ時間だけ止まってる。あ、どっち、とりあえず線路の向こうか。向こうがですね、さすが北風だけあって南向いてる。吹き流しだ。そうか、今日は予報だと6メートルとか8メートルはないかな、風速6、7メートルぐらいまで行くみたいなんで、風速10メートルでの強風ですよね。あ、公園が、そう、まさに風に吹かれるままです、文字通り。サチローか、指輪スクロープ1個しか持てないんですよ。では人がいっぱいいる。ちょっと念のため歩いてます、その脅威を与えないために。ここは電波は通らないかな。頭良さそうに見えます。頭良さそう、今あまりコメントなくていいです。最悪のタイミングできたんだ今のコメント。まあ、ある意味ナイスタイミング。まだ風向き的にはこっちかな。まあまあスピード出せないですね。やっぱり人が見るな、私の頭の上を。
使えてるか。そう、ある意味グッジョブだけど、ある意味別に、あ、動画、まあそうですね、分かりやすくはありますね。さっきの風向きからすると左側だな、これこっちですね。お、久しの、ちょっと向きずれるな。あ、ちなみに GoPro の映像ですね、 YouTube に上がってるやつは、あれ実際にもうちょっと綺麗な映像なんですよ。細かいところ映ってて、大雑把に MPEG2 でエンコードして、で YouTube の再エンコードに任すと、なんかあんま綺麗じゃない感じですね。動きが激しいとかなりあちこちのディテールが潰れてる。坂がいいよと、ちょっと今油断してました、坂道。ご存知、あ、これのスーパーインポーズは、あの JavaScript で HTML で書いて、で実時間の5倍速で流れるようにしといて、デスクトップ録画して、あ、検索はですね、あ、そう、カタカナでサイバーサイクリストで、そのタブを入れてるので、タブじゃない、タグ、この坂油断してた。で YouTube だけでも見られるんですけど、動画の説明にある、あの私の自宅サーバーの URL を叩くと、もうちょっと見やすくなります。テレビ局はサポートがいるでしょう、必ず。これどっちだろうな。そう、カタカナでも英語でも確か行けたはずです。あれ、スタックサーバー、あの HTML だけなんですよ、見てるのは。動画本体は YouTube なんで、一応そのあたりは、あ、Vimeo、 そうですか。なんか特に最近 Vimeo って、あの私が有料会員で使ってたサイトなんですけど、あそこは最近変ですよね、挙動がおかしいです。ちょっと風向きが今いまいち不安定。 まだこっちかな。ああ、息切れた。頭の上に刺すと自分じゃ見られないんです。あと、あのさすがにそこまでやると止められるんじゃないですかね、警察官の人に、おまわりさんに、関係に。空気抵抗、それ言ったら他のところの抵抗はかなりでかいですけど、私は荷物もあるし、体も起こしてるし。この辺りも桜ありますね。ここは、あ、これは引き違いの近くだっけ。これ今右手が引き違いの方になるのかな。いや、境川だっけ。ところどころでなんか、あの見覚えのある景色があって、それが合ってるかどうかをもう確かめずに走ってます。
免許更新二俣川だから何時まで12時過ぎぐらいまで、あと曇ってきたら曇るまで、そう本当に今日は風任せ。保土ヶ谷公園っていうのはとりあえず風任せだから保土ヶ谷公園に行けたら行く、それは風次第。明日も放送するつもりです。画面より、ああそうですね、花粉症は私は今のところまだ、あれこっち行くか、向かい風だ、こっちじゃない、いやこっちか、あ変わった、こっちだ。風上に向かってるのか、風上、あ、風下ですね、風下、一番楽な方に向かってます。明後日は放送しません、会社会社、高台になってて、この辺りは見えるかな、おお。振り返り、ああどうだろう、イベント的にそんなにか、今日もイベントそんなにたくさん起きてないんで写真撮ってないんですよ。そう、人生追い風、この後帰るところは考えずに、通勤は自転車じゃなくて電車です。都心の方まで片道30キロで、しかもろくな道がないんで、ん、な、何って、うん、パソコンの前で通勤放送は、やったことないかな。通勤放送はですね、私の場合はあの東神奈川駅の乗り換えでいかに端っこに陣取るかっていうのにかかってます。ん、何の広め、あ、端末っていうのは、いや、その MNP で移行した先にできるものは何かっていうと、あのただの SIM カードなんで、あ、すいません、あ、お、初めて行き止まりですね。一応風に従って来てはみたんですけど、じゃあ地図見るか、あーなるほど、行けないな。キャンプは全然してないですね、寒いともう全然やってないです。あれ、あ、こっちに来ゃいいのか。番外編の料理、料理もやってないですね、しばらく。前回やったのいつだっけ。明日はですね、一応9時に猿橋駅に行こうと思ってるんですけどね、なのでまあ9時半かそんぐらいか。さくら、これちょっと待ってください、変速ミスった。ふう、あ、そう、猿橋から登ります。今回は猿橋には寄らずに、もう直にキッチン。明日はですね、そもそも電波が途中からなくなると思うんで、松姫峠まで 2,3 時間ぐらいかな。なんとかずキッチンは今何でしたっけ。あ、すいません、よっと、あ、首はないですね。どこで放送したとき、チェーンオイル、前回の松姫、どっか痛くなる、あ、長時間走るとですかね。長時間走ると手のひらがしびれてくるのと、あとは何だろう、やっぱりあのサドルに接するところ、まあ、尻とかその前とかが擦れてくるってのはありますね。一日でも結構痛くなることもあります。風はあんまないな。サイクルコンピューターつけないの。あ、サイコンはそうですね、あんまり長時間走るとその場に痛くなる。うん、その場に顔が見たいです。顔はかなり難しいです。顔を打つとなると、肌野さんは、いや、あ、そうそう、GPS があるんで距離とかかかるんですけどね。はい、顔、って言ってたかな。
自分がちょっと笑ってる顔のつもりでも全然笑ってないですよね。そう、本名は吉川勝彦です。趣味は自転車旅行です。なんか風が全然なくなった。そう、今日北風なんですよね、基本的に。プチブルジョアジーですね。金髪のあの人は、あの先週 の, あの 某結婚式の二次会で、あの暴れまくってましたよ。あのなんか兄さんが目の周りに青あざができたって言ってるのは金髪の人のせいじゃないのかな。あの時の様子見てるとそう見えたけど、あの君田公園で暴れ回ってました。プロレスやってました。プロレスなのかな、なんか、マウントポジション取ったりしてましたよ。ただのさん知らん。その毛は大体あの辺りの人はあるんじゃないかな。あ、野生か。下るとそうなんですよね。でも風がって今風が向き分かんないんですよ。あ、背中から吹いてきた。マリオさん状況、この間先週来てましたけどね、マリオさんは。あの鈍行で来て、北海道から。サドルは何したって。今この風向きは左からか。左から来てます。ブルックス、川のやつですよね。あのだんだん自分の尻の形になっていくという。あれ、本当にそうなんですかね。獲得標高は登った分だけを加算し続けるんじゃないですかね。登って下って登るとその2回登った分を足し合わせた数になるんじゃないですかね。司る。こっちか。ブルックス、あ、なんかオイルかなんか塗るんでしたっけ。かっこいいわ。ありがとうございます。まあ自分じゃかっこいいと思ってないけどな。自分をかっこいいと思ってるっていう状態がかっこ悪くないから。つまり結局はかっこよくなろうとは思ってる。かっこよくありたいと。うわ、びっくりした。乗らなくなると、いや、乗っててもそんなに痩せてたわけではないですけどね。でも最近確かに太ってきてる。あのスーツのズボンがきつくなってきてます。やばいです。お、こっちの向きで今完全に追い風だ。どっちから行ったらいいかな。右か左か。あ、右の方が面白そう。雨でどうなんでしょうね。細い道は、でも細い道の方が面白いです。うん。2キロ、ああ。うわ、また坂。ゴールデンウィークは山口県のつもりです。あれ、これ右側なんですかね。あ、すごい桜。これは今は子供自然公園。この坂あれですね、あの国際なんたら村って、あの三浦半島の方にあるあそこみたい。子供自然公園ってとこみたいですね。自転車入れないでしょうけど。ああ、花見来てる来てる。あ、すごい花見やってる。日焼けどまだしてないです。もうそろそろ必要になってきますかね。予定、あ、その風に任せるというのですかね。日焼けは超しますね、超しますね、超日焼けします。持ちセンサーはこっちからは感じないけど、お、紅白膜で覆ってあるところもある。あれ、あ、バーベキューか。なんだ、落ちじゃないな、ここのは。勤務先の中通った今。あ、あ、よいしょ。芋煮会とかやってたら楽しいんだけどな。日焼けなし。アバンチュール、アバンチュールは色恋沙汰って認識で合ってるんですかね。って言った途端にトマトか。まだ11時前か。
まだ行きますね。そろそろさっきの餅のところに戻るのは面倒くさくなってきたな。もう自転車あのくるぶしのあたりとか手首のあたりの自転車乗りの境界線みたいなやつは冬になってもなかなか消えないですね。私は夏になったら本当にあの足も手も焼け放題なんで、今走行距離は9時半スタートで1時間ちょい経ったから、まあ15キロか10キロか直線距離だと10キロは離れてないだろうと思います。結婚したくなったかって言われると、結婚したくなったかって言われると、そういうわけでもない。私は夏思い切り短パン半袖ですね。あ、手の甲、実はあれ左手だけが焼けてると、左手だけに手袋が残ってると、手袋とか残ってるとゴルフなんですよね。で、愛してる人いらっしゃいません。両手が同じように手袋とか残ってると自転車乗りらしいです。綺麗なお嫁さん、そうですね。あ、そうそう、アームカバー、実は先週その結婚式行くときに、その披露宴に自転車の格好で行こうと思ってたんですよ。マジで本気で、本気で書いて、マジでなんですけど、肉生自転車部ジャージなり、私のあのいつも使ってるスカイジャージなりは半袖なので、さすがに半袖で手むき出していくのもなと思って、アームウォーマー探したらないんですよ。あれ誰かにあげたんだったかな、使わないからってんで。で、アームウォーマーを一晩中探してたら全然寝る時間なくなっちゃって、午後から見合い、鋭いですねとか、わざわざ誤解までくようなこと言わなくていいか。私は今日ある会社からある会社へ移るので、キャリアを。そうそう、マジってのは真面目な略ですよね。マジだから本気と書いてマジと読むはずないのに。ロード乗り、そうですね、ツーリングでアームウォーマーがあった方がいいなと思ったことほぼないんですよね。焼けててもやっぱりその涼しい方が、風を直に受ける方が肝っていうだけで気持ち悪いにつながってしまうの、今のご時世だと。気持ちいいんですけどね。身体力、仕事辞めないです、転職じゃないです。キャリアはソフトバンクからドコモに移るって意味です。高級でヘッドハンティング、キャリア、アップになるのかな、キャリアチェンジ。今のキャリアは経歴のキャリアじゃなくて通信業者のキャリアのことですけどね。そっちのキャリアでございます。一生、それはこの間実家に帰った時も言われたな、一生東京なのかと。まあ正直なこと言うとあんまり考えてないんですよね、40歳過ぎて。個人自転車のキャリアでもないです。あ、ソフトバンクの iPhone の音声通話はソフトバンクなんですけどね。でも iPhone のデータ通信はポタファイ経由でフォーマに繋いでます。何の話、2台のキャリア、それもありますよね。お、今なんか一瞬影が横切ったな、なんだ。沖縄移住か、冬はいいけど夏は辛そうですよね。でも北海道移住か沖縄移住かって言われると、私は暑い方がまだ耐えられるから沖縄の方かな。でも沖縄は、沖縄に住んでる人で自転車趣味の人って少なくないですかね。私が5、6年前かな、
に行った時には自転車乗りの人はほぼ見なかったです。んガーミンから何んアーマード何何アーマードスクラムオブジェクトオブジェクトオブジェクトかアーマードスクラムオブジェクト、うん、んゴルフボール、ああアフリカマイマイって言うんでしたっけ、んアメリカか自転車的にはなんかあまり魅力感じないんですけど偏見かな。あのどうでしょうのアメリカ横断とか見てるとひたすらなんかハイウェイばっかり映ってますよね。なんか自転車って言うとヨーロッパの方のイメージになるな。自転車に乗るためだったら GPS、 あの地図として使うんだったら iPhone の方が電波が届く限りは便利だと思います。私は何年目かって東京に出てきてからかな、東京出てきてから17年かん。沖縄の何が坂が多い、あのヤンバルの方ですかね、うん、鶴戸沖縄有名ですね。真夏に乗ったら本当に死ぬんじゃないかと思いますけど暑さ的に。ん何がよくいる、ハブとかマングスとかいっぱいいますよね。ハランチェバカにされる、何だったかな、前自転車雑誌に、あれは石川誰だっけ、石川なんとかってあの漫画家の人の4コマが最後載ってて、沖縄に移住した時にあのほんのちょっと移動するのも全部タクシー使うって言ってましたね、書いてありましたね。親はそんな本当に本気で心が痛むこと言わないように、本当に痛いので。ん利用推進、自転車型のボート、それは前あのどこだっけ、千束池でやりましたね、サイクルボートだっけ。あ、マウンテンが、そしたら海に、まだ海まで遠いですよね、まっすぐあの南下してるわけでもないし。さっきからあの風向き見てないですけど、だいたいずっと追い風です。ん追い風、あ、追い風じゃない、自転車乗り、なんで今自転車乗りという文字列を聞いて、あ、追い風っていう。あ、木岡さんいらっしゃいませ、お久しぶりでございます。放送的に今夜すでにだがスペシャライズ、クロスバイクにも電動が出てきてるのか。最近の電動はバッテリー持つそうですよね、確かスペック見てそう思った覚えが。何です、福岡の人は翼さんのことかな。うわー、放送はしてないみたいですね。うん、あ、久しぶりの人いらっしゃいませ。久しぶりの人っていうか確かに放送久しぶりです。 S95、 え、値上がり、 S100 とか出た後なのに。アーツさんが S100 使ってますね。今はどこら辺かよく把握してません。湘南まで、うん、まあ風向きがそうだったら行くかもしれないです。あと1時間で行けるんだったら。若干向きが、風向き変わったかな。翼姉さん、あ、そっか、姉さんって呼ばれてましたっけ。翼さんは もったらくない。あ、これは一時の気まぐれじゃなくて、風向きがちょっとぶれたんじゃなくて本当に向こう向いてんのか。そう、鯉のぼりの吹き流しです、よくわかりますね。このバッグの中に切り離した鯉がまだ眠ってます。完全に戻る方向というよりは若干こっちじゃなかったですかね。
なかったですかって周りの車から見られてるな今の。S100 そうなんですか。95の完全アッパーコンパチじゃないのかな。上位互換機種じゃないのかな。まあ互換って別になんか共通で動かすわけじゃないんですけど。あ、本当になんか今背中から風受けてる。風下に。ん？何エリア？向かう海で。そんな、いや目的地があるわけではないので風次第。これ戻る方向よりちょっとだけ左向いてるんですよ。うん。あ、急ごう。いや、あそこかな、あっちかな。そう、家族を排除。あそこの入る道から右に行ったらだいたい追い風っぽくなるんじゃないかな。これスピーカーもうちょっと指向性があって自分にだけ聞こえたらいいんですけどね。でもあまり聞こえすぎるとあの大音量でスピーカーで音鳴らしてっていうのに該当するからな。うん、骨伝導はなんかアーツさんがおすすめじゃないって言ってましたね。結局あの周りが聞こえなくなるみたいだし。キャリア変えるの、いや曇ってくるはずなので昼から。新型メットはですねかなりホールド感が強くて、これ逆に夏になったら少し暑いんじゃないかと思うんですよ。いい発明、そうですね。私は今その実質的に危険があるかないかっていうプラス、あの見とがめられる可能性も排除しようとしているところなんで、だから本当にイヤホン片耳ですらつけてないんですよ。実際のところあの片耳だろうと両耳だろうと本当にとんでもない音量で聞いてたら周り聞こえなくなりますからね。あ、今このなんかちょろちょろ小川の向きでちょうどいいぐらい風向き。ん？桜？あれ今どこにあった？見落とした。ん？エイリアンヘルメット。あのエイリアンヘルメットとかソンデのやつよりもよっぽど今変な格好してます。お。なんかこれすごい突風が吹いたんですかね。なぜこの状態で止まってる？あ、トラック。うん、車をつけたんですかね、あれ。あ、GoPro つけてます。だから実はこれ GoPro 今あのケースに入ってなくてむき出しなんで、ちょっとぶつけたらレンズが本当に壊れる可能性がある。あの何の保護もなくレンズだけがあのガラスかプラスチックなのかなの部分が出っ張ってる状態なんで、何かにぶつけるとやばいです。25,000円ぐらいで買った GoPro がパーになる。あ、でも確かこれレンズの交換品はサードパーティーが売ってるんだったかな。だから自分でバラして CCD のとこに直にレンズユニットをくっつけてしまえば修理はできたと思う。ちょっと気になる。全員大音量で、旗から見て大音量かどうかって分かんないのが問題なんですよね。だからとりあえずもう警官があの取り締まれっていうふうに上から言われると見た目でしかあの判断しようがないですからね。だから見た目でもあの引っかからないように今しようとしてるつもりです。あ、それは頭をぶつけないようにと曲げてあるそうですよ。ぶつけないように、あ、さっきのやつですか。え、あれ意図的なんですかね。桜あちこち咲いてます。う、ちょっとまた風向きが、そう、片耳でもそれあのはめてる方の耳側から見ると片耳か読みか分かんないですからね。そう、それもあってもうイヤホンと識別できない状態にしようと思ってます。今は風がまないなくなりましたね。今どこだっけ。今ここは大豆田橋ってとこです。橋の名前が。イヤホン、まあ耳はめてなければさすがに大丈夫ですよね。取っ手は、ん？取っ手？止まったな。
じゃあとりあえず川沿いにゆっくり行きますか。え、近くに何が。え、じゃあゴールここ、とりあえずちょっと川沿いに進みます。ここもいいですね。サイコロで、あ、初見さんいらっしゃいませ。ここはまだ神奈川県のはず。おお、とんがってますねここ。うん。大目玉、あ、なんでですかね。確かに大目玉は何だろう。大目玉をひんむいて怒る人の顔を表現してんじゃないのかな。違うか。ちょっと静かに静かに。よかった、読み上げがなくて。神奈川県か、今から行こうかな。都民より東かな。八王子の桜はまだつぼみです。視覚障害の人か。おお。ああ、あのあれですかね。私のホームページのあの機材のところですかね。そうそう。小さなメガホン、そうしたんですけどね。にらみつかれる。ああ、本当にそうなんだ。お、湘南 BMW、BMW。ん？どこに行きますか？カラフルな吹き流しはですね、これ鯉のぼり のダイソーで売ってた鯉のぼりなんです。一応その店内回って竹ひごとタコ糸とあとあのパーティーグッズのなんか羽、鳥の羽みたいなやつを選んだんですけど、すいませんって今言われた。なんであの子供、私に謝ったんだ。あのお子さんはその3つぐらいパーツを揃えて作ろうと思ったんですけど、回ってたら鯉のぼり打ってて、あ、これこのままじゃんと思って、そしてあの鯉を切り離すだけでできてしまいました。簡単。今ここ怖かったんだろう。あ、今ここ今動いてないですか。ちょっと待ってください。今ここ今止まってる。待機中、意思送信中、成功。あれ今言ってるはずですよ。今ここ、医者側に。でも歯医者さんに、歯医者さんを怖がるっていうのは確かにあるかもしれないな。ん、何を時々。スイッチ元気でございます。放置してるけど、ご苦労のおかげです。あ、今ここ動いてますよね。あ、そうそう、ほらこの状態です。この状態で GoPro、 これ本体2時間半しか電池持たないんで USB 給電してるんですよ。このケーブルが旗から見るとすごくなんかあの取っ手付け感がすごくてですね。あ、すいません、いかん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 、歩道の中だからって横から自転車が来るの今、まあ、ぶつかる速度ではなかったけども脅威を与えてしまったのが悔しい。そう、角生えてます。あ、今みたいなの本当恥ずかしいな。あ、東戸塚駅高線。あ、レーザー出るやつ本当にありますよ。カメラが向いてる方向を示すためにレーザーサイトがついてるやつ、あのコンツアーっていうこの GoPro っていうカメラの競合カメラがあるんですけどね。ただコンツアーの今新しいやつは高い。見た目はあっちの方がおとなしいんでいいんですけどね。おとなしいというかヘルメット向きなんですけど、フラッグシップモデルが確か6万以上するんですよね。あ、隣駅東海道線ですね。予備電池か。まあでもどっちにしろ USB 給電するんだったらあんまり変わらなさそうな気もしますけど、影有料。あ、風向きが、風向きが、そう、6万円自転車買いますよ本当に。こっちだ。サイバー電子機器に移動しております。え、 USB 給電できるんじゃないんでしたっけ。確か取説ダウンロードしてみたら、USB 給電できるって書いてなかったかな。どうだっけ、見たのに忘れたな。あれできないんでしたっけ。それは困るな。だったら1日ずっと録画しっぱなしできないじゃないですか。え、給電しながら、マジで。それ今のモデルもそうなんですかね。それは致命的。じゃあ GoPro のままでいいや。
ままでいいって、別に今度は買う予定もまだなかったんですけど、それは致命的だな。あ、そうそう、今もう iPhone 連携できてますよね。そう、2台買うても確かにありではありますよね。うん、録画しながら。マジですか、マジか。いや、頭に2台つけるって意味じゃないから、ないから。いらっしゃいませ。まあどうせいずれみんな頭に GoPro つけるようになるから、その辺じゃないですよきっと。さっきって1時間ぐらい前だけど、あの YouTube に上がってるような外国の動画見てる限りは、自転車イベントの時とか、これからみんなも頭にヘルメットにあの GoPro つけたりすることになるに違いないから大丈夫です。あ、前と後ろは、それは確かにありますね。あのサトル飯食いながら、ひどい例えだな。うまいけどひどい例えだな。でもどうだろう、トイレで物食ったことあったっけ、用足しながら。記憶してる限りはないな。的確でひどい例えだな。満員電車がなんて、時代が追いつくまでもない。北村、あ、これか、レインボーカラーの北村、カメラの北村。実はカメラの北村は一遍も入ったことがない。あ、今これ風向きはどっちかというと左から来てないかな。ん、どっちだ。あれカメラの北村を左折でした。なんだ、渡るんじゃなかった。ん、何を、妄想。あ、本当だ、今向かって左から来てる。今太陽が落ちたから、ここで左折すると西に向かうのか。てか今いつの間に北上してたんだっけ。あとで GPS ログ見るのが楽しみなような。ん、来週の何受ける。上昇。あ、寒さ全然ないです。日が出てなかったらちょっと風で寒いかもしれないんですけど、こんだけ日が照り続けてると若干暑くなってくるぐらい。あ、そうそう、あの最近ドコモのポスターが、ドコモのポスターがなんか女子高生なのか、あれは、あれは AKB なんだろうか。なんか最近あれ、ドコモさんは太ももポスターじゃないですか。まあ、そこ見てる人間が言うのも、見てる人間によるのかもしれないけど、なんか太ももじゃないですか最近ドコモってポスターが。なんか電車の中とかだと気になるんですけど、あれ、うん、お好きですか。特に嫌いじゃないが、賃貸で、いや、それは特に問題ないですね。私はあの玄関のところに置いてますけど、入り口のところに。太ももマニア、いや、マニアじゃないと思いますよ。マニアじゃ太もも画像を集めたりしてるわけではないので。お、リンガー、ん、リアルで、ん、ゴープロ。時期の先が聞きたかったんですけど、何画像か。今ローカルに別に置かなくてもいいですからね。そういう話じゃないか。そうそう、クラウド、今クラウド。ん、ドコモの制服。あ、そうなんですか。ドコモの店には何度か行ったことあるけど、制服とか全然覚えてないな。制服ありましたっけ。お、今完全に追い風。
あ、すいません、ダメか、自転車乗りが目の前で直進する前にカメラで写真とか撮ってたらイラッとしますよね。どこもセーフ、そうなんだ。じゃあ今度行ったら注視してみるか。寂しく、私は寂しいと思う感覚が麻痺してんのか、なんか精神的に欠陥があるのか、あんまり感じたことないんですよね。キャンギャルって、あ、表でビラ配ってたりするお姉さんのことですかね。中でジムしてるお姉さんのことじゃないのか。風向きは、あ、ちょっと待って、風弱くなってきた。乗れなくなったら、そうですね、あ、まだ背中からだ。自転車乗ってるとなのか何なのか、昔身内から、あの、お前は精神的片輪だみたいなこと言われたことありますけどね。あれは何そんなこと言われたんだったかな。その前には、あの、一般的な人の、あの、情動感覚の一部が欠けてると言われたことありますけどね。お昼ご飯は、あ、適当に、ん、何でそんなすごい結構進められなくなる。またリアルで言いたいことを。放送、あ、そうそう、片割って文字列は多分放送禁止用語じゃないですかね、今。ただ放送禁止用語であるということ自体で、なんか市民権得てる言葉もありますよね。キチガイとか。私もドロップは姿勢的に背中痛くて苦手なんですよ。でも一般的な人はドロップの方が合ってると思います、あの、という話を聞いてるので。ドロップの方が姿勢が、あの、たくさんポジションがいくつか取れるっていうのと、あとやっぱり長距離の運だったら若干前傾寄りの方がトータル楽なのかな、んだと思います。差別的な意味で使ってない限り、そうですね。あと、あの、チャリって言葉もチャリンコって言葉も、あの、自転車をバカにしてるっていうふうに怒る人もいるんですけどね。そう、マジです。で、今のプっていうのは私かな、違うかな。こっち。風向き的にっていうのと、あと裏道的にちょっとこっち。一眼レフ、そうですね。あの、カメラが重くなった時点で嫌になりそうな気がして。ん？滑るまでは。あとは実は寂しさ感じてるんだけど、分かってないだけで。初めて、あの、満たされた後に寂しさ感じたりするのかもしれないですよ。何言おうとしてるんだ今は。ん？その人って今のは金髪の人、ああ、そうそう、金髪の人とか、あと牛の人もですね、あの、一眼レフを首からぶら下げてますね。あ、本能、そうそう、 SF とか読んでると横浜から、まだ横浜だったりしないのかな。そういったっていうのは公開しませんか。どうだろう。秋葉だ、秋葉に来た。チャリンコ、あれ、サイクル野郎の最後に出てきたのはチャリンコの誰だっけ。チャリンコの知恵じゃなくてチャリンコのミキか。チャリンコのミキちゃんっていうのが昔、大昔の漫画のキャラクターでいましたね。私もリアルタイムで読んでなかったんだけど。あ、バス停も秋葉ですね。秋葉なのかもしれないけど、風の向きは微妙だけど、こっちだな、下り方向いいとこ。そうですね、あの、自分がいるとこ分かってないんですけど、だんだん風が良くなってきたな。確か昼頃か昼過ぎ頃に風が強まるような予報だったんですけどね。あの、風速のメートル数だけ言うと、秋葉で合ってますかね。秋葉っていう読み方はそもそもないかな。
お昼、いや、お昼までには無理です。海まで行くかどうか風に聞いてください。風が語りかけたりする。そう、惑説明の予定ルートのところに風が語りかけますって書くか、風は道は風に聞けって書くか迷ったんですけどね、風が語りかけますと意味がわからんので、別に語りかけちゃいないので、なのでカロッツェリアの方でしたっけ、昔のカーナビの道は星に聞けっていうキャッチのパクリでございます。惑説明のルート予定のところはわざわざ言うまでもないかな。でもあれって結構昔だから知らない人もいるんじゃないですかね、星は道に聞け的な。ただ別に星に対してクエリを発行してるわけじゃないんですけどね、衛星に対して。無風になったら立ち往生です。そうです。というかまあ適当に進んでますけどね、ちょっとでも風を感じたらこっちだと思って、隙間が自然のために持ってきてよかった。でも本当に昨日その配信ありがとうございます。この間和田峠に行った時の動画アップロードした後にも思ったんですけど、やっぱり何かしらやり取りとか何かが起きてないと見てられないですね、長時間動画は。だから普通は編集するんですけどね、私はもう単純に5倍速動画にしますか。ニコ生、桜そんなたくさんないですね。なんかそうですか、こんなの甘すぎる立ち往生。ああ、文字確かにそうだな。こいつはこの道行ってよかったのかな。この道はこれ柏川か、もしかして。お、いらっしゃいませ。あ、この感じ柏川ですよね、ここ違うかな。この東海道線沿いの会話ないとですよね。私も自分で動画見ててそう思いました。面白い企画だな。面白い企画。これは台風みたいな風が吹く前の週か前の前の週ぐらいに結構風が強い日があって、その時に思いついたネタなんですけどね、これは楽な企画でいいやと思って。お、お、キーワードさん、いってらっしゃい。キーワードなんだっけ、CM に入る時とかにやるやつですかね。そうで、実はこれ今 GoPro がちゃんと録画できてるかどうかちゃんと確認してなかったな。おばあちゃんの、とりあえずこれ渡って、ちょっと今ちゃんと録画できてるかどうか、あ、できてる。 GoPro のランプがちゃんと見えました。1年ぶり、いらっしゃいませ。その1年なので私は何回放送したんだろう。この企画は何も考えなくていつも実行できるからいいですね。まあ、企画ってほどのものでもないですけど、軽い運動で事前の準備も何もいらない。今こっち方向だよな。念のために、あ、山パン、あれこっちか、あっちか。今日は選んだ、あー、やっぱ反対側か、こっちですね。ヤマパンの工場はどっちでしょう。そう、この曲ほんと頑張らなくていいからいいですよ。意外となんかでも風って迷わずに行けるもんでもないですね。結構バラバラになる。まあ、できるだけ丸々そのまま引き返したくはないので、違う道を通りながら風に従う感じで。前回から本当に1ヶ月ぶりじゃないですかね。
子供の国線が何時だったかな、日立、今日中に、まあ、でも今戸塚のあたりだったらそんな離れてないですよね。3月に 1ヶ月以上経ったか。ありがとうございます。今日が4月の7日だから1ヶ月と4日ぶりなのか。やってないですね。まあ土日に雨が重なったっていうのも結構大きいのと、月くらい、月1ってことかな。左、今の顔やパンの匂い違うか。かすかにパンの香りがするような、違うかな。そう、春パン祭り、ちょっとこの道は狭い。ケンタロウ3000遠いな。ブリヂストンのとこですよね。あ、仕事、いや単にあの雨と、あと行き先なかなか思いつかないのと、あと寝坊する。今日朝8時とかに起きられたの奇跡に近い。風が巻き始めると私はそこで今ぐるぐるし始めますよ。何の動画、あ、GoPro のやつですかね。そう、 GoPro、 もうちょっとオリジナルは綺麗なんですけど、まあそんなにはそんなに変わらんかな。あ、パンの香りした、した、間違いない、パンの匂いだ今の。この辺り、あ、目の前通ってるじゃないか。これは山パンの工場なんですね。あのバイトの黒い噂ばっかりの企画外の。でもこれ本当に工場そのものですよね。入れるわけじゃないよな、自転車まで。でかいですね。急に、え、なぜ、配信以外ほとんど載ってないです。黒い噂、そうそう、なんか単純作業が辛いっていう話ばっかり聞きますね。あれどのぐらい、あの都市伝説が混じってるのかわからないですけど。山パン、何、あ、日野翔平かな、今の文字列は。これはなんか直売みたいなものやってる感じじゃないですね。門のところにいきなりあの受付があるし、鳥肌実。こっちにはあの風に従ってきて、工場を通り過ぎた瞬間に後ろから匂いが来ましたね。っていうかこんな目の前にあって見落としてたな今。春のパン祭り、手に入って、この格好で行ったら人から見られた瞬間にもう怪しいって分かりますよね。カメラだらけだし。あ、そうそう、あとなんか腐らないんでしたっけ。で隣の工場は日本運輸株式会社、森修業、紙の業と書いて森修業株式会社。こういう製紙工場みたいなやつって結構匂いすごくないですかね。あの駿河湾のとこの富士市のあたりとか、あのあれは何製紙だっけ、王子製紙だったか日本製紙だったかの匂いはすごいですけどね。ここはそうでもないのかな。イースト菌、臭いかと言われると私はパンのイメージがあるからそうでもないかな。そうそう、なんかクリームパンか何か腐らないとかなんとか、あれもうろ覚えなんで、山崎パンさんの誹謗中傷になっちゃったらまずいんであんまり言わないですけど、ろくな根拠ないですから。ポーラ研究所っていうと化粧品の方でしたっけ。ポーラ廃液が、なんか匂いがすごいイメージありますけどね。あ、今日野翔平さん、まあ日野翔平でいいか別に。芸能人と直に今後会う予定もあるわけでもないから。日野翔平の番組、確か私は録画設定してたはず。この間あのトルネで自転車で検索したら見つけたんで。そば、あ、ブリヂストン工場ですね。
ああそうだ、ブリヂストン工場のあそこの看板の中、ブリヂストンマンは何々しないみたいな、あの文字列を忘れてしまったから、もっと見に行きたいけどな。4パスか、リングパン良かったの、良かったですね。左遷？え、芸能人が？プレステ3持ってます。 メダルギアソリッド4やるために買いました。あと持ってるソフトは何だっけな。ん？ Y 字路？山崎パンだけに、いや関係ないか。声が、私はまだ一遍見たことないんです。だから見るのがちょっと楽しみ。中華そば290円安いな。え、目の前のおばちゃん、カッパ、カッパリムマナなんですよ、交換しなきゃ。リム交換って、あのハブのところを、まあ前輪はいいとして、後輪のスプロケとかどうするんですかね。ちょっとこっち車線に対比、ちょっとブリヂストンのところに寄っていこうかな。多少6000、そのまま取り替えできますかね、簡単に。この間あの、スプロケ外し、あれ？この間確かスプロケ外してハブの玉当たり調整した時には、んリム、ん何受け、まあ、割と簡単ですよね。うん、スプロケはあの専用工具持ってます、外すやつは。あのチェーンの切れ端がついた棒みたいなやつ。こんなひどい表現しないだろうな、自転車乗りのちゃんとした人は。え、新シリーズなんですか、今地上波、あの BS じゃない方でやってるやつは。柏川が、今これが、あれ？この先か。この先、そう、切れ端がついた。右に行って柏川に当たって左側に曲がればブリヂストン工場か。まあ、風向き的にはそんなに、反しないので。いや、旧東海道スポーク、スポークはですね、今使ってるのは何年前だったかな。あ、いや、カングミホイールは本当に買うと思ってますよ。ホイール組の労力をお金で解決するという。動いてる。お、らっしゃい。お母さんの誕生日は電話しかしてないですって、ツイッター見てたんですかね、私の妹の。よく見てるな。あ、本当は東海道。私の初期型プレステ持ってるんですけどね、私はプレステのリッジレーサーの時から、てかプレステが出たところのは、プレステ1が出た頃はですね、ポリゴンがそんなまともに使えるゲーム機とかあんまりなかったんで、あのポリゴンと名前が付くゲームはほぼ全て買ってたぐらいの勢いでした。あの無駄にポリゴン使ったあの麻雀ゲームとかも買ってました。あの特に脱がない麻雀ゲーム、あの鎧を着た兵士のポリゴンの鎧の兵士がウリアーとか言ってた、あの廃棄ったりするやつじゃなかったっけ、どうだっけ、忘れたな。あ、同じ誕生日、スパオ、あ、スプロケ外すかっていうんでいいんでしたっけ、あの工具のこと、あのチェーンの切れ端がついた棒切れ。結婚式はですね、あのカビじゃなくてよかったですね、カビ。ジャンピングフラッシュやりました、やりました。森川くんは買ってないんですよね。あのそのあたりになってくると、もうポリゴン全部買ってるととてもじゃないけどなんで、ですね、鉄拳買いました。ストリートファイターは買ったことないです。何ギア抜き、まっすぐ危ない、バイパス、あ
川に出たところで左折します。で、川に出られるのかな、出ますよね。で、わ、本当にこれ自動車専用道みたいになってきたな。ん、何を招く、え、立体交差、あ、本当だ、なんか橋がある。うわー、自転車が、自転車が、自転車が、この桜はどっかの工場の中なのかな。道狭いですね、これ気をつけます、気をつけます、本当に。キーボード、聞こえない、かませる工具、あー、あれですね、かませる工具は六角形で棒がピッと出っ張ったやつ。全然降りられない、ここは。とりあえず渡るしかないか。うわー、道の状況悪っ。下に降りたいんだけどな、下に降りたいっちゅうか、ダメだ、出られない。ここはちょっと よろしくないですね。こけたらちょっとあのトラックとかに頭を踏まれる危険性がありますからね。車邪魔。私はあの車とは共存していこうと思っている人間なので。工事電車は今のところ禁止は見てないですね。法的には大丈夫のはずですけど、多分。ブリヂストン工場に行こうと思ってたんだったな、そういえば。こう左ですね。共存。結構あの世の中すべてに対し、世の中すべては戦う対象であって、自分が有利になるようにあの生きていくもんだっていう考え方の人も結構いますけど。あ、うん、スレスレではないですよ。そんなにではないです。将棋、生ギア抜き？あ、あれ、モンキーレンチも、あ、いるか、そうそうか。モンキーレンチはその、六角柱に棒が出っ張ったようなやつをまずスプロケにかまして、あ、スプロケっていうのかな、ハブにかまして、で、それをモンキーレンチで押さえつけて、で、見に行ってもいいですよ。っていうか風向き次第だからどこ通るか分かんないですけど、どこまで行きたい、今西洋的、うん、どれ、線路沿いに戻ってもしばらく戻れないかな。ブリヂストンマンの看板もう一遍見たいだけなんですけどね。急いで行きます、急いで、とりあえずあのブリヂストン工場あたりでうろうろしてます、しばらく。向こうはこれブリヂストンの工場ですよね。柏川沿いはどこだっけ、柏川今どこにあるんだっけ、ちょっと待ってください。ん、ブワ、どこのことだろう。あ、これで渡れるな。うおっと、敵認定。あ、そうそう、あの世の中戦う対象って考えるの話ですよね。ん、タイヤ、これよし、これでいける、これでいける。エンジン、あれは押し上げるのが重いからなんですね。そうそう、前ここ通ったな。うん、ブリヂストンのタイヤ、確かに自転車のやつ見たことないな。押し出すか、あ、そうなんですか。じゃあ前の人、まだ良さそうに見えても法的には後なのか。そうそう、確かこれ渡って、え、どうしてましたっけ、知らなかった。
ブリヂストンといったらアンカーですよね。確かにちょっとアクセル吹かしてしまったりすると怖いよな。てか私は原付ほぼ運転したことないからどのぐらい中には互いに笑い合ってたな。あ、ここだここだ、確かこの辺りだ。キルト、ミンティーが、よし、よっと、さてあの看板どこにあったかな。歩行者邪魔、その文字列が嫌だ。あ、そっか、ブリヂストンマンじゃなくて BS マンか。あったあった、この辺りだ。看板1個だけだったかな。ん IRC ん、ですね、私が 見たかったのは、あ、そうそう、さっきの人生足でしたね。昭和足、あれなんか全然違うな。何々しないとかじゃなかった。事故は出す前 BS マンか。この BS マンっていうのがそのいかにもその会社社会っていうのかな、なんかそんな感じがしてらしいなと思ったことがあるんですよ。 BS マンだったか。あそこ今東海道線ですね。他にも看板いくつかあったような気がするんだけどこれだけだったかな。そう、ブスマン、 BS マンって書いてあったのか。で、ここから先は入れません。今時間はまだ12時になってないですね。だんだん曇ってきました。で、風向き的には今こっちだ。タイヤ上げない。あ、でももう間もなく、あ、肌野さんいらっしゃいませ。私間もなく前輪のタイヤ交換する予定です。今後ろがなんだっけ、シュワルマラソンっていう重くて丈夫なタイヤで、前の方は T サーブっていう T サーブっていう軽めで丈夫さはそのシュワルベよりマラソンより劣るってやつなんですけどね。軽いから前まだ前輪交換してないんですよ。ただ 2,3 週間経つと空気が抜ける状態なんで、まあ、これはチューブの方の問題かもしれないですけどね。うん、ブリヂストン、ネクタイが、Tサーブ、あ、ヘリはですね、やっぱり多分このマラソンとかに比べると格段に速いんだと思います。どんぐらいで布地が見えてきたんだったかな。1年か2年かそんぐらいじゃなかったかな。マラソン、あれ本当ですか。マラソンが全然減らないって噂で私買ったんですけどね、シュワルベマラソンで。今ここは柏川です。削れば、え、本当ですか。ん、ミシュラン、お、石橋さん、ブリヂストンさんですね。 T サーバー、そうです。お、ん、60KV キュービクル日立、あれなんだろう、あ、劣化、ゴムの劣化ってことですかね。桜すごいな、この先すごいですね。じゃあちょっとゆっくり行きますか。この先この柏川、この辺りすごく整備されてるんですよね。自転車道と歩行者道が別になってたりするところもあります。何があった、わあ、すごい人。サーブ、あ、Tサーブですね。すごいな、テントまで出てきてる。ここあれですね、この間の秦野駅の前のあの川、何川だったっけ、水無川だっけ、あそこ沿いみたいだな。桜トンネルですね。ん、前輪の何々、
空気抜け、まあチューブですよね。チューブが開いてなかったら空気抜けるはずないから。でも前輪のそのタイヤも結構削れてきてるんで、もうそろそろ両側シュワルベにして重たくなる。ホイール自体も結構重たいのに。パンク多分スローパンクしてると思います。ただ 2,3 週間経たないと抜けないぐらいのスローさなんで。おお、釣りしてる人までいる。あれなんか鯉とか引っかかったら釣り竿折れそうだけどな。ん、何の桜の実、九段下かな。この桜のあの先っぷりでいうと、私は恩田川っていう近所のとこ思い出すんですけどね。いっぱいいますね。一応これ花見なのかな。リムバンドも変えよう。リムバンド、ああそうですね。あれリムバンドって言うんでしたっけ、あのテープ。あら、チューブレストマト、でもここはBS のか。ブリヂストンは本当になんか会社自体は国みたいな考え方を明確でしますよね。あ、すいません、チューブレス、あの修理、まあどっちと交換って方法になるんでしょうけどね。チューブレスは使ったことないんで。おお、おことだ。あ、うわ、綺麗。チューブレス。戸塚宿駅前商店街、商店街か。あ、すいません。今厳しいツッコミが入ってきた。お、焼きそば売ってる。お駄菓子売ってる。お駄菓子50円安っ。あと犬が2本足で立ってる。うん、今おことでしたね。ことっていうと私は大正ことっていう文字列しか知らないんですけど。その判断で、今のどれの話だっけ。あ、警備も出てきてる。うん、人が避けるのはあると思いますね。今私はどこから見てもおかしい状態に、おかしい格好ですからね。押し戻されるのおかしな格好です。風向きはまだ川沿いですね。風下じゃないや、下流方向。でもう終わりか。桜あんだけ？いやまだ先あるかな。あとまた日が出てきましたね。ロンドしたら。あ、じゃあさっきの小さくないから対象じゃないやつかな。非対象ごと。なんかアシンメトリックみたいですね。非対象っていうと。広重誰だっけ。なんか完全にこもってきてるわけでもないんで走りやめづらいですね。私も本気を出せばこんなもんじゃないんですけど、人がいるんで本気出せないんですよ。すいません。うわ、今の最悪だな。今のがちゃんと聞こえたら、どけどけっていうのを後ろからスピーカーから流しながら走ってくる男がいる。自分では手を汚さずにスピーカーで鳴らしながら。
最悪すぎる。我々本当になんか走れなくなってきてますね。ちょっと脇にそれるかな、これ。そう、スピーカーにあのドケドケって喋らせるっていう。押していけ、それでもいいんですけどね。